サウンドメイキング編、ちょっと音作りにこだわってみたいと思います。ここでは演奏の中身よりも音色についてこだわりたいと思います。さっきからいろいろ弾いてる時の、クリーントーンを聞いてください。これ今普通にクリーントーンと思って作ってる音なんですが、今からやる曲の感じを聞いてください。こういう、まあ、ファンキーなカッティングをしてみようかなっていう時はどうするかって感じですね。やっぱりカッティングっていうのは歯切れよくやるのはいいと思うんで、ギターのセッティングをシングルコイルっぽくしたいと思います。ハンバッカーだとこれだけの違いがあります。今はストラトのセンターシングルコイルっていう感じなんですが、それと今のクリーンの状態で音色はいいんですが、リバーブが長いので短くしたいと思っています。このぐらいの短いリバーブにしてみると、より歯切れよくカッティングができると思います。やってみようと思います。こういうふうにリバーブを短くすることと、シングルコイルにするだけで歯切れが良くなったりします。次は、クランチにこだわってみたいと思います。クランチっていうのは、アンプで少し歪み気味にする感じなんですが、それをシミュレートしてみた音ですね。決してまだソロができるほどの歪みでもないと思っています。軽く歪んだ感じっていう感じですね。こんな感じです。このぐらいの歪みです。これを、軽快などっちか言うと、そうですね、イギリスのサウンドっていうんですかね、できればボックスのアンプなんか使った感じになるといいと思います。軽快な感じでクランチサウンドに途中で、2×2 コーラスというのをかけてみました。ヨレヨレヨレっていう音の中でクランチサウンドが心よく響くと思います。ディレイも少しはかけています。次はですね、エリック・クラプトンのような甘太いウーマントーンというんですか、そういうオーバードライブサウンド、柔らかい音でソロ音色という感じの音色を聞いてみてください。フロントピックアップで、ハンバッカーでオーバードライブですね。OD1 仕様な感じですけども、いかがだったでしょうか。次はですね、思いっきり歪んだパターンですね。どっちかというとマーシャルを使ったスタックアンプの音色をモデリング
アンプシミュレートでやってみたいと思います、ピックアップはハンバッカーリアということでやってみます。いかがだったでしょうか、かなり歪ませていてもやっぱりそうですね、ゲインというつまみをですねあまり上げすぎずにピッキングでしっかり歪ますようにしないと、オーバードライブであってもディストーションであってもコンプレッサーみんなそうなんですが、この辺のものは減音系っていうんですかね、生音を潰すんですよね、圧縮するというか、ということはアタックが減るということなんです。だからその分しっかりピッキングしてやんないといい音はしません。よく見かける光景ではコンパクトエフェクターの歪みのレベルを上げすぎて結局よく歪んでいるけど粒が聞こえないということはピッキングは弱いということですね。だから歪みのレベルはなるべく少なめにしてピッキングを強化すると良い歪みが得られます。